吉野さんおはようございます橋本信也さんもそういえば若くして亡くなっちゃったですね当時私まだサラリーマンやってたと思うんですようサラリーマンやって3年目か4年目ぐらいだったかななんかもう20年ぐらい前のことなんだなと思いますねでその時に若くして40歳で亡くなった方もだんだん忘れられていってねこうやってたまに思い出してもらえるっていうのはその人が残した言葉があるかなかなと思うんですよね えー、猪木さんも多分これからその戦いとかそれから生前にやってきたこと人の心に残したものが語られていくのかなと思います、うんまあ、苦しい時期とかっていうのはね結構誰にでもあると思いますけどもいやマ雀ジャン店の話やっぱ出ますね、うん、あの結構ね好きだったマージャンがだんだんこう自分にとって敵っていうかね足手前と出にくいものになっていったの私は私マージャン店やってからですね で、麻雀店に集まる人は麻雀好きなんですけども、私で一人だけ苦しんでいるっていうね。だから全然その、周りの人との心の乖りっていうのが起きたのが、まさに麻雀店で。うん。なんかその、桜井昭一っていうね、あの、私のよく名前出す、うーん、ジャンキー会の会場も、まあ同じようなこと言っていて、麻雀がすごく憎かったらしいですね。幼い頃、父親が、 もう家のお金を持ってマージャンに行ってでめったに見ることがない百円札をねボン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 負けちゃう払って負けちゃう払って行ってでだんだん家が貧しくなっていったっていうのを聞くんですよ。だからもともと実家が裕福な家庭でで、桜井翔一会長は当時珍しい大学にまで進学するんですけどもでもその父親が。 マージャンで負けてお金をね吐き出すたんびにうんまあ母親がまあ泣いて追いかけるみたいなね昔の人情者みたいなそういった一面があるんですけどもその図を見るにその見るたんびにマージャンが自分の家を不幸にするっていうかねダメにしていくマージャンが憎くてしょうがないっていうところがまずマージャンのスタートラインだったらしいですけども。 私はそういうスタートラインじゃなくて麻雀が大好きで面白いゲームだと思ったんですけどもずっと麻雀をするに従ってそこに集まる人っていうのが、まあ、本当にね、あのー、立派な人はいないなと賢い人もあんまりないなと、うん、どっちかっていうと生活を持ち崩してライフスタイルを壊していって、まあ、お金に対してものすごくね、あのー、悪しき習慣悪い,悪いと書いて悪しき悪しき習慣ね 悪しき習慣を持っていく人ばかりだなと思いましたね。要するに麻雀にすごく駆逐されていくっていうかね。まあこれ何でもそうなんですけども何かに打ち込むと暮らしがおろそかになってしまう場合があるんですよ。でもやっぱり麻雀は極端にその暮らしをダメにするんですよね。まあその特徴としては麻雀にすごくこう時間がかかっちゃうこととあの終わりがあ設定しにくいってところがあるんでしょうかね。うん、まあそれが 利用できるからマージャン店の経営っていうのができるわけなんですけども特に24時間経営やるとお客さんっていうのは本当に帰りにくいんでずっとになっちゃうんですよねで今回ね桜井翔一会長の名言で勝負ににおいいいててて相手の情報は必要ないっていう風に言われてるんですよもちろんこれはかなりレベルの高い一流の人の概念なんでしょうけどもまあ自分がね できていれば他の人が誰であろうとどんな状況であろうとも構わないということなんでしょうけどもまあ僕らはまだね三流なんで一流ではとてもないんで相手の情報とか必要あると思うんですけどもあまあでもねその桜井翔一会長もマージャンが憎いところから始まってるんですよね。で結局あの 家庭の中の誰か一人が麻雀をやることによって、家庭が崩壊してしまうってことを、その、マーで随一とされている桜井会長が、もう今でもね、ずっと心に思っていて。でも桜井翔一会長は、あの、やっぱり一流の人なんで、まあすごい人なんでね。うん、マを使いこなしているんですよね。家族を壊すこともなく。そればかりか、多くの人を集めていて。 まあ、凄まじいそのカリスマを発揮してるんですよねでもまあこういうふうな言葉もあるんですよあの。多くの人は麻雀を大好きで麻雀を愛しているが麻雀に愛された人は櫻井翔一一人だというふうなねだからそのぐらい別格なんですよねだから並の人間にはその,そのまあ扱えないっていうかねその麻雀に関わることによって 私もそうですけど私も麻雀に関わることによって生活がぶち壊れましたからね、うんまあ、そんな10年を送っていたわけなんですよ、まあ、他の人には全然見えないでしょうけどねその麻雀の中心にいて苦しんでる私一人とそれからその周りを取り囲んで麻雀によってなんかよくわかんないけど楽しんでる人とかねすごいギャップはありましたよね,それはねだ今はすごく離れられてすごくラッキーだなっていうかじゃなかったらもう多分家族持てないと思うし で猪木さんはそう話が飛ぶようですけど猪木さんっていうのはなんか結局死の直前までプロレスラーだったんですよねやっぱ一流すぎるんですよああいう人う橋本さんはまだこれから先があるっていう時に亡くなっちゃったんですけども,もう本当にあの橋本信也さんも猪木さんほどとは言わないんですけども猪木さんぐらいの寿命があればねまだ多くの試合を残せたんじゃないかなと思いますしそして橋本さんを目指して多くの。 新しいレストランをね育ててくれたんじゃないかなと思うんですね。まあ考えてみたらその大西達也さんっていうのは最近なんかこう汚いことばっかりやってるわけですよ。<laughs> あんまりね言いたくもないし聞きたくもないんですけども、結局あの新しいプロレスの道を築いた人ですらああなってしまうんだなと思ってすごく寂しい気がしますね。うんだからなんか。 仕事だから何でも許されるってもんでもなくて稼げれば何でもいいってもんじゃなくて、うん、自分なりに、まあ、いわゆるこういきな領域を持っていきたいかなっていうところですかね、うん。これはしないということとかね飢えてもこれはしないみたいな感じですかね。うん、まあそういうところがあの櫻井会長のところにも結構出てきてるんで何て言うんですかね まあ勝てればいいいと思うんじゃないですかね限られたた方法で勝っていいくみたいな、まあ、会長は自分自身にものすごく縛りをつけて勝負に勝ち抜いてきたみたいなんですけどもそういうことをねやっぱこう教えてもらうとあの将棋でいうと大手飛車角落ちみたいなね要するに飛車と角を落として対戦してそれでも勝つみたいな。 自分の得意技を封じてでも相手に勝てるぐらいの力量差がなければまあ力は測れないってことなのかなという形でまとめさせていただこうかと思います。今日はですね勝負において相手の情報は必要ないということで櫻井翔一さんのお話をちょっと出させてもらいました。じゃあ今日も営業開始です